はい、ではスタートしましょう。まず御言葉、今日は6月30日ですね、6月30日木曜日、最後のラッパが鳴るとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して、朽ちないものとさ、私たちは変えられます。コリント1:15-52。It will happen suddenly, quickly than the blink of an eye, at the sound of the last trumpet, the dead will be raised. We will all be changed, so that we will never die again. これはですね、イエス様の再臨の時ですね。イエス様の再臨の時にですね、ラッパが鳴るんですね。そのラッパ、角笛と言ったらいいでしょうか。角笛が鳴るとですね、生きているクリスチャンは、変身するわけですけど、死んでいるクリスチャンもですね、復活するんですね。そして、朽ちないもの、永遠の体がもらえます。そして私たちは二度と死なないという。まさにこれがキリスト教ですね。私たちは永遠の命を信じています。永遠の命を信じています。はい、それでは今日はどこに行きましょうか。まだ行くところ考えてないんですけども。どこに行きましょうか。ちょっと寒い。すいません。ちょっと上着を、持ってきました。ちょっと寒い。ここ2、3日涼しいですね。涼しいですね。まだ行くところ考えてないんですけれども、そうですね、どこに行きましょう。おはようございます。おはようございます。それではですね、どっかに行きましょう。どっかに行きましょう。スタート。ドライブスタート。それではメッセージいきましょう。メッセージですね。その最後のラッパというのは、あれですね。再臨の時ですね。再臨の時に、最後のラッパが鳴ります。再臨がいつかはわかりません。再臨はいつかわからないんですけども、近いうち、皆さんが生きてる間に再臨が来ると、思います。場合によってはもっと早く来る可能性もあります。いつイエス様が再臨するか分かりません。しかし今終わりの時代ですから、イエス様の予言がいくつかあります。その予言が全部成就してからだと思いますが、私たちはそのイエス様の予言を見てですね、いろいろ判断しております。いろんな予測がありますけど、
磯の再臨、まあ、観覧前景挙という考え方だと意外と早い可能性があります。しかし観覧後景挙という考え方だとちょっと遅くなると思います。私は観覧後景挙という考え方をしてますので、観覧があってから、景挙があるんじゃないかと考えております。牧師によって考え方がちょっとありますね。観覧前景挙の人が今増えてきているには増えてきていますよ。私は観覧中か観覧後景挙じゃないかなと思っておりますが、そして、まずですね、死んでいるクリスチャンと生きているクリスチャンと分けますが、まず死んでいるクリスチャンが復活をします。死んでいるクリスチャンが復活をして、変えられます。変えられて、提供されます。それから生きているクリスチャンが変えられて提供します。そして今の御言葉によると、もう死なない体、朽ちない体、天国の体が、与えられると書いてあります。私たちはその本当の救いはそこにあると考えます。つまり私たち今イエス・キリストを信じている人たちはもうすでに救われています。イエス様を信じて救われていますが、ただそれは、まだ完成していないんですね。本当の救いは軽挙されて引き上げられて天に引き上げられる、これが本当の救いなんです。で、私たちはその救いを全うするために今信仰をしっかり持って、すでに神の子供であり、すでに、信仰がありますけれども、しかしそれはまだ完成していないんですね。私たちは忍耐してですね、そのイエス様が来る時まで忍耐して、迫害を忍耐し、患難を忍耐し、そしてイエス様が来られる時まで忍耐し、そして救いが完成します。ですから兄弟姉妹の皆さん、私たちはまだ途中なんですね。天国までの途中です。天の霹靂とかいう小説がありました。ジョン・バニアンの、そういうその小説がありますけど、私たちは天国行くまで、天国行くまでがその一つの何でしょう、旅路なんです。昨日紹介したリック・ジョーナーのたどり着く道という本があります。たどり着く道という陸上ナーの本なんですが、その本も、例の、天路壁定の、と似ていますね。そういう、天国にたどり着く道ということですね。おはようございます。今日は、行くまま、聖霊様の導きの中で、ちょっと、運転しております。どこに行くか、まだちょっと決まっていません。今、観覧中です。
皆さん、私たちは、その天国への道を、まあ、旅しているとも言えるでしょう。天国への道を旅している、またはそのマラソンしている、走ってマラソンしているとも言えるかもしれません。天国への道を目指している、そして、まあ、その一緒に天国行く人を、ね、その誘っているみたいな、そのこの世の競争はですね、蹴り落として、その蹴り落としてですね、ちょっと、はい、すいません、ちょっと窓を洗います。しかし私たちのそのマラソンはですね、仲間を増やすというか、その自分だけゴールするのではなく、みんなと一緒に目指していこうという、そういう競争ではなく、なんて言ったらいいでしょうか、助け合いというか、助け合いなんですね。一緒に行こうではないか、一緒に行こうではないかという助け合いなんです。しましょう。今日は釣り橋に決めました。今日は釣り橋です。観覧前に検挙したいと思う私は天国に行けませんか。いや、そんなことないですよ。そんなことないです。安心してください。観覧、それは私だって観覧前に行きたいです。観覧前に天国に行きたいですけれども、その私たちが、それいつまで生きるかは、まあ、神様が決めることです。私たちは自分で自分の命を、決めることはできません。神様が、私たちのその寿命を決めるんですね。ですから私たちは、自分の寿命を決めることはできません。はい、ここに大丈夫です。今日は、釣り橋のところに来ました。では行きましょう。ここは駐車禁止ではありません、ね。駐車禁止ではないです。ここはすごくいい歩道というか、という感じですね。そういうわけで、この放送もですね、多くの人に、その、天国に、ね、天国への招待というか、早く死にましょうということではないんですけど、天国への招待ですね。天国への招待。水の音を聞けるところですか。ここはですね、水の音はないですね。水の音ないです。ごめんなさい。
天国クルーズへのチケットを手にしたいです。アメン。そうですよ、皆さん。私たちの、ね、そう、天国、絶対に天国行くぞ。絶対に天国へ行くぞ。そうです。私たちは絶対に天国に行こう。おはようございます。おはようございます。ワンちゃんが歩いてます。私たちは絶対に天国に行くぞ。絶対に天国に行くぞと思うべきですね。ぜひ皆さん、本当に夢にイエス様が出てきた。わあ、素晴らしい。モクさん、素晴らしいですね。夢にイエス様が出てきた。この放送で天国へのチケットをゲットだぜ。そうですね。皆さんが、その、天国に行ってほしいのです。天国に行ってほしいのです。一人でも多くの人が天国に行ってほしいのです。皆さん、多くの人はですね、地獄のことをあまり知らないかもしれません。天国も地獄も現実なんです。はい、ギリさん、アメン。天国も地獄も現実なんです。そのことを知っている私たちは叫ばなければなりません。私たちは、その、ベンチ濡れてるか。私たちは、イエス様はすごく穏やかな方でした。あらら、わあ、素晴らしい。イエス様は穏やかな方でした。ちょっともうちょっと詳しく説明、もう少し詳しく説明してくれると嬉しいですね。地獄は、それはそれは悲惨でした。昔のカトリック信者で見せてもらった人がいます。そうですね。地獄にを見た人が結構います。地獄は臭いところですか？ものすごい臭いそうです。キーちゃん、今日は久しぶりにすっきりした顔してる。強い信仰こそが天国クルーズへの乗車券。強い信仰こそが天国クルーズへの乗車券。はい、ラボさん、おはようございます。おはようございます。はい。今は、終わりの時代です。今まで、その亡くなったクリスチャン、まあ、天国に行ってるかもしれません。その復活して天国行くのか、死んですぐに天国行くのか、そのところは私も何とも言えないんです。両方の、その考えがあります。死んですぐに天国に行くという考え方と、再臨の時に復活して天国に行くという考え方があります。両方とも合っているような気がするんですが、現実的にどうなのかよくわかりません。地獄は暑いと聞きましたが本当でしょうか？はい、火の池です。地獄は火の池なので、本当にもう暑くて暑くて、もう本当に永遠に暑いんです。永遠に暑い。永遠に火の海です。火の海です。聖書にはっきりと火の海だと書いてあります。ですから、皆さん、もう本当に地獄というのは現実です。で、自分が行かないだけではなく、他の人が行ってほしくない。他の人が行ってほしくないと思うべきです。天国で油注ぎ受けまくりたいです。浮遊霊として、さまよった後、天国へ行きます。悪霊は浮遊霊になりますけど、クリスチャンは浮遊霊にならないと私は思いますね。常夏どころじゃないです。常夏どころじゃなくて、もう本当に火の池です。火の池です。イエス様が十字架にかかったのも、
私たちが地獄に行ってほしくないから、私たちが地獄に行ってほしくないから、イエス様は十字架にかかったとも言えるわけです。そういうわけで、ぜひ皆さん、私たちの人生は、しっかりと天国に行く準備をするということです。麻生さん、私はもう生きていく価値がない人間です。大丈夫です。拓也さん、だからこそイエス様が拓也さんに生きる価値を与えてくれますので、イエス様を信じて生きる価値をもらいましょう。生きる価値をもらうのです。犯罪者に対して殺意が芽生えるのはダメですか？それは、イエス様に悔い改めて取ってもらいましょう。イエス様に敵を、殺意を取ってもらいましょう。少し浅黒くの肌で、髪の長さは肩ぐらいのイエス様でした。顔はあんまり覚えてませんが、微笑んでました。アメン。少し浅黒くの肌、イエス様のことですね。皆さん、モグさんがですね、イエス様が夢に現れたそうです。浅黒くの肌で髪の長さは肩ぐらい。わお、微笑んでいました。素晴らしいです。ね。拓也さん、素晴らしいです。教育と信仰は別物。教育と信仰はイコールにしちゃいけないと思います。いや、私は逆ですね。逆です。本当の教育は信仰を教えるべきですね。信仰のない教育は、それは、良くないと思いますね。教育、まさにですね。人間は正しい教育が必要です。モグさん、とても幸せです。アメン。とても幸せです。よかったですね。イエス様が夢に現れる。イエス様が夢に現れる。それは特権だと思うんですね。特権です。ここはですね、吊り橋なんですね。吊り橋です。私はこの世は物理が支配していると信じていますが、その物理を作ったのが神様ですね。その物理法則を作ったのが神様です。偶然あるのではありません。信仰のない教育は戦争に力を発揮してしまう可能性があります。はい。ここに吊り橋があります。これは鉄のワイヤーだと思いますが、すごい太いワイヤーですね。太いワイヤーです。パソコン落としたらあれですよ、もう壊れちゃうんですね。ちょっとパソコン落とすわけにはいきません。角部ですか。ちょっとここはですね、持ってきてませんし、ちょっとここは住宅街だからダメですね。
天国への吊り橋、いいですね。天国への架け橋じゃなくて、天国への吊り橋。神様がお作りになれたんですね。吊り橋ですか。これは人間が作ったわけですけど、でも吊り橋を作る能力を、神様が与えてくれました。キューちゃんが吊り橋から空に飛ぶのかと思った。はい、そういうわけで皆さん、その私たちの人生の目的は天国に行くことだということです。天国は本当にあるのです。多くの人は天国を信じません。もし天国を信じないならば人間に希望はないのです。死んでおしまいなら、死んでおしまいなら人間に希望がありません。そうではないのです。おはようございます。もっと御言葉を与えてください。アメン、アメン。アメン。皆さん、霊的なことが分かって、霊的なことが分かって初めて、人生が見えてくるんです。今の安倍政権をどう思いますか。特に憲法改正をどう思いますか。私は憲法9条を守るべきだと思います。憲法9条は聖書の教えに近いんですね。聖書の教えに近いんです。キューちゃんはなぜ不信仰な良さを見捨てないのですか。イエス様がそういう方だからですね。イエス様が私たちを見捨てない方なんです。人生の目的は生きているときに最高に輝けること。私たちは、もちろん、私たちは輝かなければいけません。信仰で輝かなければなりません。しかし、天国に行くことが目的です。社民党支持ですか？はい、社民党支持ですが、ただ、その、政権を、政権をまず自民党から取る必要があるので、ね、まあ、今、選挙期間だから、あまり言っちゃいけないのか、まあ、どの程度選挙のことを言っていいのかどうかわかりません。維新、公明、自民党のが改憲勢力となっている。まずいですね。日本国憲法は聖書をもとに作られたのですね。世界中の憲法はですね、世界中の憲法は、まあ、全部じゃないですね。全部じゃないですけど、聖書の考え方が反映されています。基本的人権、信教の自由。それは、クリスチャンが勝ち取ってきた考え方ですね。キューちゃんの意思に反して憲法改正の発議はされる見通しです。どこで配信してるんですか。ここはですね、東京町田の薬師台というところですね。東京町田の薬師台の近くです。日本国憲法の基本的人権、戦争放棄などはキリスト教の教えです。アメン、アメン。おっかない顔してます。
っかない顔してます。結構のんびりした場所だな。メディアはすでに知ってるんですよ、Qちゃん。何を知ってるんでしょうか。メディアは、何を知ってるんでしょうか。おはようございます。おはようございます。あっちにはまた森があります。私の前の米を思い出してください。すいません。私は自民党員なので、軍事力で平和を実現したいです。軍事力で平和は来ません。平和はですね、侵攻によってしか来ません。ね、平和とは何ですか？それはイエス様のことなんですね。イエス様こそ平和。イエス様こそ平和です。ですから、イエス・キリストを通して本当の平和が来ます。まず多くの人の心に平安が必要です。多くの人の平安は、信仰によってしか来ないのです。敵意、悪意があって、平安はありません。軍事費をうなぎ登りに増加させても、国益にはなりません。日本初の国民投票がなされるということです。ベトナム戦争に参加せずに済んだのは救助のおかげだと知るべきです。その通りですね。その通りです。皆さん、本当の平和、本当の平和、それは神との平和です。神様と和解して、神様に対して敵対してはいけない。お部屋に香りをつけようと思いますが、イエス様が好む香りって何でしょうか。イエス様ご自身が香りです。イエス様ご自身が香りです。護憲派の民進党を支持します。護憲派の民進党を支持します。キューちゃんお孫さんいるんですか。はい、3人いますね。3人います。米軍の圧力を拒否し、無益な無益な戦争の参加を拒む最大の外交カードが9条なのです。アメン。素晴らしい、素晴らしいですね。そうですね、戦争を拒むカード、戦争を拒むカード、それが憲法9条です。孫は普通義務教育はしないと思います。孫も普通教育はしないと思います。次、明石タイム行きましょう。明石タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、
天国に、行くことを人生の目的だと思った証、イエス様を信じて、その悔い改めて、天国に行きたいと思うようになった証、スタート。キリストと話せたら何て言いますか？絶えず祈りで、語っております。絶えずイエス様と、イエス様と会話をしております。そんなに永遠に行きたいの？誰でもですね、誰でも永遠に行きたいんではないかと思うんです。自殺者が多い日本をどう思いますか？やはり、悪魔が働いている証拠です。改憲派は9条をなくせば中国に攻められないという妄想をしています。この世で自分の時間を祈りと悔い改め、喜び、大切に使おうと思う。アメン。そうです。私たちの時間を、この世の時間をイエス様のために使うのです。イエス様のために、私たちは自分の時間、自分の人生を使うのです。マリファナの解禁に大賛成。いや、私は大反対ですね。大反対です。イエス様に許しを請ったら水をかぶる夢を見ました。それは洗礼じゃないでしょうかね。それは洗礼の夢を見たんじゃないでしょうか。この御所を見るだけで天国へ行けるような気がします。アメン。アメン。人間は何のために生まれてきたの？神様のために生まれてきました。神様のために生まれてきました。自分がイエス様に生かされてるんだとやっと分かりました。ニートだと胸を張って言えるようになりました。アメン。私はイエスもブータもアラも同じ聖霊から生まれた。いえ、それは大間違いですね。大間違いです。全く違います。人間は皆神様の子供ですか？いえ、違います。人間は皆悪魔の子供です。人間は皆悪魔の子です。しかし、イエス・キリストを信じると、神の子になれると書いてありますね。イエス・キリストを信じると、神の子になれます。ニートで本当に良かった。毎日この放送が見れる。アメン。アメン。平穏？平穏でしょうかね。天国に行ける希望があるので、日々辛いことがあっても乗り切れます。アメン。アメン。なぜ、ごめんなさい、ちょっとコメントが多い。なぜ洗礼を受けても癒しができないのはなぜですか？癒しができない。人に癒しができないということでしょうか。癒すためにはですね、癒しの賜物を
が必要です。ヤシの賜物が必要です。または信仰が必要です。地震が起きるたびに大勢の人が犠牲になります。それは神様の、領域です。日本ではうつ病が多い。15人に1人。人間が勝手に決めつけることが神の意思に反すると思います。日本は生きづらいです。何とかしてください。日本を変えるための伝道です。日本を変えるための伝道です。浮気する人間を神はどう思いますか？不倫は禁じられてますね。禁じられてます。日本の神は働くけど、外国の神は働くの罪なんですよね。働くのが罪なんじゃなくてですね、神様のために働くべきだということですね。神様のために働く、神様のために生きる、多くの人は、自分のために働き、自分のために生きていますね。自分のために生きて、自分のために働いていますが、それは、間違いです。お孫さん一番上はいくつですか？4歳。4歳ですね。4歳2歳0歳です。今日はこの後昼寝ですか？この後はですね、3人目の孫のですね、1ヶ月検診に行きますね。1ヶ月検診に行きます。聖書が古本市場にありました。買うべきですか？もし聖書持ってないなら買っていいですよ。聖書持ってないならですね。日本の公立学校は宗教教育は禁止です。確かにそうですけど、でも考えてみるとですね、無宗教も禁止するべきですね。なぜかというと、特定の考え方だからです。憲法によるとね、結局教育っていうのは特定の考え方を持たざるを得ないんですよ。無宗教という考え方も特定の考え方です。だから、公立学校は、無宗教でやることも良くないはずなんです。ですから、そもそも教育というのは、その親の価値観を反映しなきゃいけませんので、そこでですね、私立教育は、いろんな考え方があります。しかし、私立教育は学費がいって、公立教育は、無料というのは、そこに大きな問題があります。多くの人は経済的にどうしても公立教育をさせざるを得ないんですけど、それは、私は憲法違反だと思います。キリスト教をやっているから、ね、お金がかかるというのはちょっとおかしいと思うんですね。宗教をやっていてもやってなくても、教育は公平であるべきだと思います。他人に好かれようとしなくなりました。イエス様優先です。アメン。鳥が多いですね。ここは鳥が多いです。
はい、ごめんなさい。お忙しい中、毎日放送してくださって本当にありがとう。放送に来てくださって本当にありがとうございます。はい、そういうわけで、そういうわけで、私たちは、神様の御心を探り、イエス様の教えに基づいて、物事を考えます。そして私たちは、イエス様の、イエス様の教えが必ず成就する。イエス様の約束が必ず成就する。私たちは、イエス・キリストを信じます。イエス・キリストを信じます。イエス様の、予言、イエス様の教え、イエス様の、価値観。私たちはイエス様の弟子であり、イエス様に、ついていくもの。綺麗なさえずりですね。イエス様についていきます。私たちはイエス様の弟子です。綺麗なとこでしょ。ここいいとこですよね。というわけで、皆さん、私たちは、さらにその信仰で歩みましょう。良い行いで励みましょう。イエス様の教えを実行しましょう。はい、ネット牧師です。ネット牧師です。はい。ぜひ、皆さん、その、いろいろな、間違った考え方に、影響されないで、信仰をしっかり持って歩みましょう。チャースクールだと役所から普通の学校に通わせるに言われましたか？今から20年前に言われました、ね、でもその後は全然言われてませんね。20年前に言われましたけど、その後はもう分かってくれてるみたいです。牧師と宣教師ですか。牧師はですね、まあ、クリスチャンの、まあ、リーダーですね。クリスチャンのリーダーが牧師です。宣教師は外国に行って伝道する人ですね。外国に行って伝道する、そういうふうに考えます。はい、それじゃあ、帰り道に行きましょう。学校に伝道する。そうですね、そういうことも将来あるかもしれません。まあ、そういうわけで、子供たちに、まあ、英語教育をさせた理由は、将来、宣教師になるかもしれない。将来外国で伝道するかもしれないということで、そういうことで、英語を教育をしました。
はい、それでは帰り道行きましょう。所属されている教会の本拠地は、日本ですか？私は単立ですね。単立教会っていうのは、その、なんて言うんでしょうかね。自分の教会、まあ、連盟は入ってますけれども、どこから、外国から来たわけではありません。はい、それでは行きましょう。そしてこの21世紀のこの日本に私たちが今、生かされているということにも意味があります。私たちは、この日本で信仰を持って、そして、日本のためにも、祈っています。世界のためにも祈っています。私たちは、この21世紀の日本に今使わされていると考えましょう。神様が私たちを使わされた、または用いてくださっている。私たちはこの、21世紀、日本のリバイバルのために用いられようとしています。皆さんは、その信仰によって、今の時代を見分けて、もちろん天国に行くことが目的です。天国に行くことが目的ですが、今この人生の中で素晴らしい働きも求められています。神様はそのように神の御心を行うものを探し求めています。特に私たちは日本のリバイバル、日本のリバイバルに焦点を当てる必要があります。それはこの日本には特別な計画があって、神様は日本を用いようとされているからです。私たちは本当に、幸せです。私たちはこの日本人のクリスチャンとして、大いに用いられるのです。ぜひ皆さん、今信仰を持った方はしっかり信仰を保ち、そしてその信仰を励んでください。一緒に学んでいきましょう。一緒に学んでいくのです。そしてまだ信仰を持ってない方は、ぜひ信仰を持ってください。多くの方は何のために生きるか、またなぜ人間は悪いことをしてしまうのか、その理由を知らないのです。その人間とは何か、人間はどこから来てどこに行くのか、どうやって社会を良くするのか、どうやって人を愛するのか、その大事な根本的なことを知らなければなりません。多くの人は罪の奴隷で、欲の奴隷で苦しんでいるんです。その苦しんでいる理由をまず知る必要があります。ぜひ皆さん、人間が苦しむ理由を知ってください。人間が苦しむ理由です。救われて、変わってほしい。
苦しみから苦しみから喜びに変わってほしい。絶望から絶望から希望に変わってほしいのです。皆さんがその希望に変わってほしいのですね。絞ってほしい。神を信じ、原則治りますね。原則治ります。しかしそのためには信仰が必要です。信仰が必要です。祈りが必要ですね。信仰と祈りが必要です。ぜひイエス様を信じて。祈ってください。イエス様を信じて祈ってください。病気というのは、霊的なことですね。霊的なことです。イエス様は、癒し主、誠の医者です。誠の医者です。イエス様に祈るのです。信頼して祈るのです。そしてもうすでに治ったと祈ってください。もうすでに治ったと祈ってください。人生に意味を見出したとき、人生に確かな、確かな意味を見出したとき、私たちは力強く歩むことができます。もう迷うことはないのです。もう迷うことはないのです。私たちは自分の道を見つけました。本当の道です。多くの人はまだ生きる道を見つけてないんです。迷っているんですね。道に迷っています。しかし、イエス・キリストを信じる者は、道を見つけたのです。人生の道です。本当の道です。その道を確信を持って歩むならば、力強くができます。もう迷わないですね。もう迷わない。その、希望を持って歩むことができます。そしてその信仰によって変えられていきます。以前罪の奴隷だった私たちが義の奴隷となります。以前悪魔の奴隷だった私たちが神の奴隷になります。それは非常に、素晴らしいことです。神様によって作られたのですから、神様に仕えることはその
皆さん、ありがとうございました。今日の放送いかがだったでしょうか。毎日同じようなことを話しているかもしれません。しかし、私たちは、毎日御言葉が必要です。毎日励ましが必要です。私たちは、一緒に、この放送を通して、一緒に歩んでます。そして、私たちは信仰をしっかり保ち、励まし合いながら保つ必要があります。癒されました。ありがとうございます。そして、明日から7月ですね。明日から7月です。その、私たちは本当にリバイバルに向かっていると信じます。リバイバルに向かっています。そして、再臨に向かっています。天国に向かっています。毎日は同じではありません。毎日、神様のスケジュールに従って、世の中が変わります。世界が変わります。ぜひ、皆さん、そういう、その、ステップがあります。期待しましょう。神様が何かをされます。神様が日本を愛していて、日本を変えようとしています。参議院選挙があって、都知事選挙があります。良い選挙が行われるように祈る必要があります。いろんなことがあるかもしれません。でも、皆さん、それを信仰で乗り切りましょう。信仰で乗り切るのです。イエス様の御言葉に、留まるのです。イエス様の教えに留まり、イエス様の言葉に留まって、あらゆる苦難、困難を乗り越えて、力強く希望を持って歩むのではないでしょうか。今日の放送を聞いて、天国に行きたくなった方、地獄ではなく、天国に行きたいと思う方、イエス様に裁かれるのではなく、許されて永遠の命に、が欲しい方、アメンと言ってください。アメン。アメン。天国に行きたい方、アメン。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 皆さんが決して地獄に行ってほしくないのです。決して地獄に行ってほしくない。地獄に行って、ああ、あの時、信じればよかった。あの時、悔い改めればよかったと思うことがないように。皆さんが天国に行って、ああ、本当に天国に来てよかった。本当に天国に来てよかったと。もう、永遠の命、永遠の喜びに入ってほしいのです。天のお父様、感謝します。今日も放送ができたことを感謝します。あなたの救いを感謝します。あなたの教えを感謝します。あなたの教えがなければ、私たちは、罪の中で迷い、愚かなことで人生を無駄にしていました。あなたの教えがなければ、地獄に行って永遠の滅びを受けるところでした。あなたが私たちに会ってくださり、私たちがあなたの教えを学べるようにしてくださったことを本当に感謝します。あなたの教えにとどまりたい。あなたの救いにとどまりたい。あなたの再臨を待ち望みます。イエス様、あなたこそ王の王、主の主です。あなたを歓迎します。あなたの弟子となって歩みます。どうぞ、リスナーの人たち、アーメンと言った人たちが確実に、天国に行きますように。確実に天国に行きますように。どうぞ一人も、漏れることなく、その天国に行くことができますように。
助けてください。まだあなたを信じれない人は、信じれるように導いてください。信じれるように導いてください。この日本を救ってください。この日本を救ってください。サタンの、その、嘘を取り除けてください。多くの人が持っているサタンの嘘を取り除けて、多くの人がイエス様を受け入れることができるようにしてください。感謝します。イエス様、すべてのことを感謝します。あなたの恵み、あなたの愛、あなたの十字架、感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さん、ありがとうございました。今日の夜はニコ生です。明日の朝もニコ生です。それじゃあまた皆さん、良い一日を、素晴らしい一日を、信仰モードの一日を、善を行う一日となりますように。それじゃあ皆さん、夜8時にお会いしましょう。シャローン。シャローン。シャローン。